質問とか感想とか書いてもらっても全然大丈夫ですので、そちらの方よろしくお願いします。また YouTube を見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、PyConJP_5 です。 PyConJP_5 です。そちらの方で、感想や気づきなどをぜひハッシュタグをつけてツイートお願いします。はい、およそ3分前になりましたので、これからトットさんの発表の準備を進めていきたいと思います。発表のタイトルはオルタナティブデータを用いた消費行動の分析、2月のトイレットペーパーパニックを例にです。発表時間は質疑を含んで15分です。発表の前にマイクテストを兼ねてスピーカーのトットさんに読み上げ事項を読み上げていただきます。トットさん、ビデオをオンにしてから読み上げをお願いします。あ、はい、私の名前はトッド・プリです。発表のタイトルはオルタナティブデータを用いた消費行動の分析です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範は同意します。はい、ありがとうございます。特に音声等に問題はないようですので、ではトットさん、画面共有の方をお願いします。こちらの方で画面共有できるような状態にしますので、画面共有をお願いします。はい、ちょっと待ってください。はい、見ますか。準備、あ、見えますね。はい、大丈夫そうです。準備大丈夫そうでしょうか。はい、はい、それではトットさんを拍手でお迎えください。よろしくお願いします。はい、これからお願いします。大丈夫です。はいはい、今日はオルタナティブデータの分析について話したい。特に今年のコロナの、消費行動に影響について話したいです。まずは自己紹介をします。私はトッド・ペリーで、去年の10月に日本に来て株式会社ナウキャストに入った。今データエンジニア・サイエンティストとして働いています。Python をもう7年間くらいの経験があります。大学の1年生からよく使ってます。まずはオルタナティブデータを紹介したい。オルタナティブデータってなんか最近まで金融業界でヘッジファンズとかは大体経済統計とか財務情報、前の XBRL の発表で出てきた有価証券報告書とかみたいな情報しか使わなかったけど、これは伝統的なトラディショナルデータというけど、このトラディショナルデータに対して金融業界以外から来た新しく導入したデータは
オルタナティブデータと呼ばれる。例えば、ポスデータとクレジットカードデータ、あとは位置情報と人工衛星の撮影もオルタナティブデータに含んでいます。この作業でポスデータを使ってたから、ちゃんとデータの説明とかをする前に、ポスデータも紹介したいです。ポスデータってポイントオブセールスデータで、スーパーマーケットとかコンビニとか薬局で物を買うときに、スタッフはいつも商品のバーコードをスキャンする。スキャンするときに、この商品の基本的な情報とか、値段とかを記録して、このデータを集計したら、ポスデータセットになります。ポスデータを分析したら、商品名とか商品のカテゴリー、あとはこのどの日にこの商品が導入された日付、購入された日付、あとは購入された量も、あとはどこで買ったも理解できる。位置情報も、データセットによるけど、この作業で位置情報も含んでます。でもポスデータで理解できないこともある。例えば、大体日時の時系列で集計されたから、商品、なんか買った時間が分からない。あとは商品が買った人についての個人情報も理解できない。まずはPandasを使って、このポスデータをデータフレームに入れるようと思ってます。これでトイレットロール、トイレットペーパーという商品カテゴリーのデータをPandasのデータフレームに入れた。これはカラムを見たらどの情報が入っているか見える。このデートはデートの日付、あとはストアコードで店舗の ID みたいな感じで、この ID を使って後で集計できます。このデータも県番号とか県の名前も含んでるけど、これは後でつけたデータ、この県番号とか県の名前は普通に入ってない。この生データはローデータはちょっと分析しにくいから、なんか可視化とか分析する前にデータを集計しないといけない。この Pandas の一行でグループバイの関数を使って日付と店舗番号で集計した。これで日時の時系列で店舗ごとにトイレットペーパーに何円が使ったか見える。例えばこの店舗この1行目でこれは2019年1月1日に店舗1で15,822円はトイレットロールに使ったということが理解できる。この状況でもう実はもう可視化できる。この作業で4つのカテゴリーを使って、これマスク、カップラーメン、ハンドソープとトイレットペーパー。これは2020年1月からの可視化で、ただのPandasのプロット関数で作った可視化だけど、これでマスクの売り上げは これは1月の下旬で前よりもう10倍くらいになってるということが見える。この表で線、感じのこの線は県ごとに一つのなんか線がある。県で集計した。もうこれで日本黒野は日本に1月の下旬に来て、1月からマスクの売り上げが、売り上げというより需要は10倍くらい高くなった。カップラーメンを見たら別のパターンが見える。カップラーメンの消費行動は3月くらいまでほとんど変わってないけど、3月にピークになって、これは3月に
ロックダウンの噂があって、多分みんなパニックして、ロックダウンになる前にカップラーメンを買いに行った。4月に日本で緊急事態宣言になって、つまりやっとロックダウンになって、みんなは本当にカップラーメンを買いに行かないといけなかった。このハンドソープとトイレットペーパーを見たら、もう他のパターンが見える。あ、これは全部2月の下旬で大きなピークになってる。トイレットペーパーは特に結構なんか鋭いピークがある。このピークの前に消費行動はほとんど変わってないけど、いきなり多分2月の最後の1週間でみんなはいきなりトイレットペーパーを買いに行きたくなった。なぜか。だけど、この売上の時系列で理解できないこともある。全て理解できない。これで。例えば、アイスクリームという商品カテゴリーを分析したら、8月の売上を1月の売上に比べたら、絶対8月の方が高いでしょう。これは、商品の品質とか、コロナの影響じゃなくて、ただ8月の方が天気が良くて、みんなはアイスクリームを食べたくなる。この前年同期比較というやり方でもっといい分析ができると思う。これは前年同期比較か、イヤオニア分析で、今年の売り上げを去年の売り上げに比べる。例えばアイスクリームなら今年の8月を去年の8月に比べる。そうしたらどのくらい上がってるか下がってるかちゃんと理解できる。この Python のコードで前年同期比較を計算して計算する前にウィークリー週次にリサンプリングした。これは商品によるけど、みんなは平日に働いてるから、大体、カテゴリーによるけど、週末の売上の方が高い。だから日時の Y-on-Y を計算したら、たまに変なノイズがあるけど、この週次にリサンプリングしたら、このノイズがなくなる。まずは週次にリサンプリングして、1年間ずらしたデータセットも作って、その後、この以下の数式で、これで今年の売上、割る去年の売上引く1にしたら、Y-on-Y を計算できる。こうしたら、こういうフォーマットになります。この、Y-on-Y の値って、0以上なら、このピリオドで、今年の売上は去年より高い。0以下なら、今年の売上は去年より低いということが理解できる。その後、券番号に付けられる。この15分の発表だけだから時間がちょっと厳しいけど、ストア番号、店舗番号に券番号をマッピングするデータフレームを作って、この Pandas のコードでこの券番号に集計した。そうしたら結果はそんな感じになって、数字の時系列で県ごとに Y-on-Y の値が見える。可視化する前に Pandas のピボットテーブルの関数を使って、こういうピボットを作った。これ今日はこの数字の時系列、あとは列は県になってる。これはこの軸、時間が同じだけど、グラフを見たらピークとかは全然違う。例えばマスクの2月のピークは元の売上の時系列でめちゃめちゃ上がってたけど、今はほとんどなくなった。の理由は、イヤーオンイヤーを計算したら、
みんなは冬と春に普通にマスクをかかってる。花粉症とかインフルエンザが普通にあるから、この冬のマスクの売り上げを去年に比べたら、まあ、10倍くらいになってるけど、実は夏の方が、Y-on-Y の方が高い。これは夏に普通に誰もマスク買ってないから。あとはカプラーも言ったら、この前の2つのパターンが綺麗に見える。3月と緊急事態宣言のピーク。あ、次はハンドソープとトイレットペーパーで、前の売り上げの時系列であまり見えなかったけど、ハンドソープでめっちゃ綺麗な緊急事態宣言のピークもあります。このピークはトイレットペーパーの時系列で、トイレットペーパーの表で存在してない。この理由はこの2月のトイレットペーパーパニックの後に、トイレットペーパーの消費行動はすぐに普通に戻った。最後のなんか言いたいことは、DeckGL という Uber が作った位置情報を可視化するライブリーで、もっと面白い可視化を作りたい。このライブリーは JavaScript で書いてるけど、Python のライブリーもある。このスライドで GitHub とか Project Site のリンクがあるから、興味があればぜひ使ってみてください。PIP で簡単にインストールできて、使ったら、私はこの前の鍵盤号をポリゴンにジョインして、こういう可視化ができた。あ、ちょっと待ってください。お、これは1月を見たら、これはマスクの前年同期比較で、1月にどの県を見てもほとんど全部ゼロくらいだった。とりあえず1月の上旬に去年に比べて売り上げがほとんど変わってないけど、これは2月を見たら、この需要が結構増えてる。どの県を見ても去年に比べて10倍、15倍くらいになってる。あとは3月を見たら供給が足りなくなった。東京とか大阪とか、なんか大きな町があるところで見たら、まあ需要がまだ残ってるけど、田舎を見たらほとんどなくなった。最後は夏を見たらめちゃめちゃ弱くなった。実は Y-on-Y は50倍くらいになってる。はい、ちょっと時間がやばくて、まり30秒しか残ってないけど、質問がありますか？お、はい。あ、はい、質問ありがとうございます。はい、すみません、ゴンドさんですかね。はい、ちょっとマイクのミュートを解除できるようにしますので、質問をお願いしたいと思います。あ、はい、イヤオニアの、周期性のバイアスを、調整したりっていうのは、リテールとかだとものすごく商品件数とかも多いので、カテゴリー数も多いので、判断とか結構大変だと思うんですけど、こういうことを考えるときは、基本いつもこうシステマティックに、こういう商材、多分業務知識として、こういう商材は、年間周期性あるないとかっていうのは、あるとは思うんですけど、うん、大体こうエグゾーシティブに全部ああいうのはやるもんなんですかね、可視化するとき。それともこう今みたいなこうアドホックなこう代表商品を選ぶときは丁寧にやるんだけども、全体やるときはそうでもないという感じですかね。ちょっと待って、あんまり分からない。すみません。趣旨はですね、小売りの年間収益性の、バイアスの修正っていうのは、エグゾーストにやるとすごく大変だと思うんですけども、うん、それはいつもやるもんなのかどうかっていうのが、ちょっと。ああ、そうだね。なんか大体、すみません。あまり質問わかりません。ありがとうございます。すみません。はい、
はい、すいません。ちょっと次回になってしまいましたので、また詳しいことありましたら、PyCon JP のスラックフェローのところありますので、そちらの方で質問していただいても、もしかしたら答えていただけるかもしれないので、そちらの方で、質問、もし聞きなことありましたら、よろしくお願いいたします。はい。では、トットさん、発表ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとう。実は初めて日本語で発表したから、結構緊張して。素晴らしかったです。はい。いや、素晴らしい発表でした。ギガミブックって。ありがとう。聞いてくれてありがとうございました。はい。ありがとうございます。素晴らしかったです。トトさんについてはビデオオフにしていただいて、このまま、はい、対して、していただいて大丈夫。この後、クロージングがありますので、クロージングの方に行っていただければと思います。はい。待ってください。クロージング。